ろしくお願いします。ただいまより臨時の市長記者会見を始めさせていただきます。それでは佐藤市長、発表お願いします。はい、では始めさせていただきます。まずはじめに、山形市新型コロナ感染予防経済活動両立支援の第6弾について発表いたします。新型コロナウイルスにつきましては、11月中旬頃から全国的に感染者数が増加しており、山形市においても12月に入りクラスターが確認されるなど感染者が増加しております。また GoTo キャンペーンにつきましても、年末年始等の一時停止や利用自粛が要請され、県の県民泊まって応援キャンペーンや県民泊まって元気キャンペーンも同時に一時停止となりました。これに伴い、忘年会など飲食や人の集まる機会、旅行客が激減し、例年のような年末年始のにぎわいは期待できない状況となっております。これらの影響から経済的に大きな打撃を受けている飲食事業者の方や宿泊業など観光事業者の方々、さらにはタクシー事業者などの方々を早急に支援することで、新年に向けて明るい展望を持っていただけるよう、山形市独自事業の支援策を取りまとめました。できる限り早く支援するため、申請の簡素化などにも取り組んでまいります。それでは発表いたします。はじめに飲食店等への支援についてです。市内における感染者数の増加に伴い、外食機会の自粛ムードが広がる中、大きな打撃を受けている飲食業の事業者の皆様、市民の方々に安心してお店をご利用いただくため、感染症防止対策に取り組んだ上で、今後も事業を継続できるよう支援を行います。忘年会のキャンセル等により売上が大きく落ち込むなど、10月から12月までのいずれかの月の売上が前年同月と比べて 20% 以上減少している事業者の皆様に対し、1事業者あたり20万円、複数店舗経営の場合には30万円を支援いたします。またコロナ対策宣言店であることを対象要件とすることで、感染防止対策の強化も図ってまいります。次に、観光関係等の事業者を対象とした支援についてです。全国的な感染拡大や GoTo トラベルの全国一時停止などにより、各宿泊施設、旅行代理店等にキャンセルの連絡が相次ぐなど、年末年始の国内旅行者が激減し、観光産業に対する打撃が深刻な状況となっております。こういった状況から直接的な影響を受ける観光事業者の皆様に対し、支援を行ってまいります。支援の対象は、それぞれ市内に宿泊施設を所有し、または貸し切りバス、ロープウェイ、旅行代理店の事業登録を行っている事業者のうち、10月から12月までのいずれかの月の売上が前年同月と比べ 20% 以上減少している事業者の方となります。宿泊施設を有する事業者には、市内に所在する1宿泊施設あたり100室数に応じ20万円から40万円を支給いたします。また貸切バス事業者には40万円を限度として、1営業所あたり10万円に加え、その営業所が保有しているバス1台につき3万円を支給いたします。ロープウェイ事業者につきましては、40万円を限度として、1事業者あたり10万円に加え、保有するリフト1本につき3万円、ロープウェイ1本につき5万円を支給いたします。その他、旅行代理店につきましては、1事業者あたり40万円を支給いたします。次に、タクシー事業者および自動車運転代行業者への支援についてです。忘年会など年末年始の会合宴会の中止や不要不急の外出自粛等の影響から、10月から12月までのいずれかの月の売上が前年同月と比べ 20% 以上減少しているタクシー事業者及び自動車運転代行業者に対し、40万円を限度として、1事業者あたり一律10万円に加え、登録車両1台につき1万円を支給いたします。
次に雇用調整助成金の申請支援についてです。山形市におきましては、市内の事業者が雇用の維持を図るため、国の雇用調整助成金を受けようとする事業者を対象に申請手続きにかかる費用を支援してまいりました。当初の予算額6000万円に対し、12月24日現在で448事業者から1億円余りの交付申請をいただいております。現時点においても4000万円以上上回っていることから、今後申請される事業者の皆様も引き続き支援していけるよう予算を増額するものです。なお、補助対象期間は12月31日までとなっており、来年2月15日まで申請を受け付けてまいります。以上が新型コロナ感染予防経済活動両立支援第6弾の概要であります。これらの実施に必要な予算につきましては、来年1月6日に召集する1月臨時会において一般会計補正予算議案として提案いたします。補正の財源といたしましては、国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を計上したもので、この度の補正総額は4億1265万8000円となっております。先ほど冒頭申し上げました通り、山形市はこれらの施策にかかる補正予算を議決いただいた後、できる限り早く事業者の皆様に給付金をお届けできるよう取り組んでまいります。続きまして、山形市初市中心に伴う縁起物の販売および初市沿線商店街での団子着の飾り付けについて発表いたします。山形市初市につきましては、新年の門出を祝い景気を占う伝統行事であることから、感染症対策を実施した上での開催を予定しておりました。一方、山形市を含めた県内における昨今の感染者数の増加をはじめ、日本医師会からも医療緊急事態宣言が出されるように、全国において感染拡大に対する大きな懸念が生じております。このため、主催者である山形商工会議所において初市の本格的な実施を中止すると判断されたものです。しかしながら、先に申し上げた通り、初市は商業の発展を祈願する伝統行事であり、楽しみにされていた方も多数おられることから、山形市役所の敷地内において団子着、初雨など初市ならではの縁起物を販売するなど、規模を縮小して開催することとなりました。また例年初市の会場となる沿線の商店街では、趣旨に賛同いただいた店舗において団子着の飾り付けを行い、新しい年の景気回復を記念することといたします。このように伝統行事を継続することにより、新しい年の門出を祝うことで、市民の皆様にとりまして、より良い一年となるきっかけとなればと考えております。新型コロナウイルスにつきましては、いまだに先の見えない状況が続いております。今後とも感染予防と経済再生の両立に向けた施策を推進してまいりますので、引き続き市民や事業者の皆様のご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。また12月23日には、国からの静かな年末年始に関するメッセージが発出されております。今年の冬はいつもと違う初めての冬、飲食はいつもの人たちと、帰省は慎重に検討、静かな年末年始を過ごしましょうという内容になっております。全国的な感染拡大が収まらない状況にある今、市民の皆様お一人お一人の移らない、移さない対策が極めて重要でありますので、ご理解ご協力いただけますようお願い申し上げます。明るい新年を迎えられるよう、市民一丸となって新型コロナウイルスの感染拡大防止に努めてまいりましょう。私からの発表は以上でございます。それではただいまの発表について質問を受けいたします。はじめに幹事社の日本経済新聞さん、いかがでしょうか。はい、日本経済新聞の佐山です。この対策なんですが、財源は本当に国の交付金ということなんですけど、今後、例えば、財政の取り崩しであるとかですね、いろんな事業の見直しで別途予算を捻出して、何かやるような必要があるのかどうなのか、そのあたりはどういうのがあるでしょうか。
はい、まずこの度の発表した対策につきましては、既存の地方創生臨時交付金がございますけれども、これのこれまで行った事業の執行残などがございますので、それを足し合わせてですね、今回の部分は捻出できるものと考えております。今後さらなる対策の必要性などが出てきたときには、さらにその財源も考えなければいけないと思ってますし、あともう一つ、国の方でまたさらに補正予算が組まれるということですから、その中でやはりまた地方で使える分も出てくると思います。そうしたものも有効に活用していきたいと思います。よその自治体ではですね、酒田市さんなど、一事業者あたり500万円とかですね、かなり金額が多い支援をやってらっしゃるところもあるんですが、そのあたりと何か比較であるとか、この額がどういう形で出てこられたかとか、そのあたりでもし。はい、それぞれ要件等も異なっておりますし、いわゆる一般的な飲食店いっぱいの支援については、大体20万円ぐらいが多分自治体で多いのかなというふうに思っております。それぞれ、市内のあるいはその町の中の経済の実情に応じてですね、こうした対策が組まれているものというふうに思いますので、引き続き山形市内の事業者の状況を見ながら、そこは考えていきたいと思います。これなかなかその何百万といった単位の思い切ったものを、山形市の経済規模で出されるというのはなかなか難しいということなんでしょうか。それともその、支援のあり方に関連したですね、考え方の違いといったものなのか。はい、ちょっとその今おっしゃった他市の事例がどのようなものかちょっと今わからないので何とも申し上げにくいんですけども、当然、限りのある財源の中でそれをどのように有効に使うことがですね、事業継続や雇用の維持につながるかという観点から取り組んでいきたいというふうに思っています。もう一点、国の方でですね、特措法を改正して、かなり自治体が行うことに対する、法的な裏付けを与えるといった動きが出ておりますけれども、市長はこの点はどういうふうにお考えでしょうか。より対策が取りやすくなるといったのが一般的な原因かもしれませんけど、ご指摘の部分ですと、やはり市町村というよりは県単位でのいろんな対策のしやすさだと思うんですね。やはりそれぞれ地域の実情はかなり異なっているということでありますので、基本的にその各自治体の権限でできることが増えるというのは望ましいこととは思っておりますが、それに伴ってですね、やはりさまざまな費用支出も出てくる部分もあると思いますので、そういう権限とそれに合わせた費用負担が必要なものにことになることについては、やはりそれもセットで、国の方でもしっかりと手当てすべきところかなというふうに思います。それでは幹事社以外の皆様からございますでしょうか。さくらんぼテレビさんどうぞ。初市についてですが、この新型コロナがこれ以上感染拡大した場合、中止という場合もあるということで、これは何か拡大の目安とかはありますか。はい、初市自体は商工会所中止となりました。代わりとなるイベントについて。はい、商工本部長でお願いします。はい、まず商工会議所の方で、初市の方は中止という形になりましたので、12日から、いわゆる国の方で自粛要請している11日でなく12日から15日までの4日間にわたって、初市の、対外イベントの方をさせていただくと、複数日にわたることによって密の状態も避けられるかなということで、そのようにまず設定をさせていただいた。あと場所の方につきましても当然検温ですとかそういったアルコール消毒ですとかそういった準備もさせていただいて、実施したいと思っておりますので、現段階では今の状況であればこの予定でやらせていただきたいと考えております。はい、ありがとうございます。その他ございますでしょうか。
山形新聞さんどうぞ。山形新聞の手塚です。今の初市の代わりの行事についてなんですけれども、人数制限を実施するということですが、こちらは何人くらいというふうなのはもうすでに考えられているでしょうか。はい、じゃあ商工会議所お願いします。はい、国の方のイベントの、マックスが今5000人ですけれども、こちらの方は複数日にわたるということもありますので、1会場あたりということで言えば50人というものを想定してございます。その50人というのは、例えばその1時間あたりのような形でこう区切るのか、その50人というのは どのように考えていらっしゃるんでしょうか。はい、じゃあお願いします。はい、当然離れ距離の方も取りまして、そのスペース面積から考えていくと、いわゆる対策の取れる人数としては50人とで順次流していく、はい、入れ替え制とかではなくて順次入れる方を、誘導していくというような形での実施でございます。わかりました、ありがとうございます。その他ございますでしょうか。すみません、山形新聞です。今回だいぶさまざまな業種に、給付金、ということになりましたけれども、これ対象企業というのはどれぐらいに及ぶのでしょうか。企業数というか、企業数で、はい、それでは商工会議所お願いします。はい、一番多いのは飲食店でございます。でこちらの方につきましては、私どもの方で今現在いわゆる対策宣言店として、宣言をいただいているのが、1224件12月の半ばでございます。さらに今回この給付措置を設けることによって件数を拡大していきたいというように考えてございます。1店舗の、事業者さん、こちらが、1665、あと複数店舗を経営していらっしゃる方、そちらが114程度相当してございますので、約1779、1780程度ぐらいの飲食店の方を想定してございます。またタクシーですとかそういったところもございますけれども、一番多いのはやはりこの飲食店でございますので、この数字が一番大きいかと理解しているところでございます。飲食店だけで1700という、約1800ですか。さらにその様々な業種全て合わせると2000超えるぐらいの規模になるという理解よろしいですか。はい、お願いします。はい、そうですね、宿泊施設の方も130施設くらいございますので、全部を足せば約2000ぐらいの数になるかというように見込んでいるところでございます。すみません、細かいところで恐縮なんですけども、リフトの、リフト、あとロープウェイの関係でした。これ、一本という表現がありますが、その一本というのはその一路線ということなんでしょうか。何でしょうか。はい、じゃあ、観光青年課長。はい、観光戦略課長の青木と申します。よろしくお願いします。作動事業者につきましてはまず4社に関係は4社ございます。でロープウェイは4本と、リフトにつきましては35機ということで、ゲート1ゲートあたり1機になりますので、例えば横倉ですと2本並んでますけども、あるいは2機ということになりますので、合計で座王全体ですと35個ありますので、よろしくお願いします。その他ございますでしょうか。よろしいでしょうか。朝日新聞さんどうぞ。朝日新聞の鷲田と申します。飲食店の支援に関しては県の方でもやってると思うんですけれども、これは一応併用できる、あくまでも独自で市内であれば、はい、該当する限り併用できます。わかりました。その他ございますでしょうか。よろしいでしょうか。はい、それではご質問、
日本経済新聞さんどうぞ。質問なかったので、改めてお尋ねしたんですが、初市の開催の関係で、前回のこの商工会議所の関係では5000人に抑えてですね、その最大そういう人数制限をかなり厳しくしながらやるということですが、やっぱりこう難しかろうということでやめられたと。で今回、規模を大幅に縮小しながらもですね、やるとどうしても50人に抑えるといってもそれなりに人が来たりですね、いろんなリスクもある面もあるかと思うんですが、市長としてはこれやはりぜひやりたいと強い思いで規模は大きく縮小しながらもやるということでなさったのかどうなのか、もし何かこう市長の思いがありましたら。はい、やはりこの初市はですね、本当にこの歴史の古い、城下町山形の中でですね、長年にわたり続けられてきたものでありますので、やはり大きな規模での開催についてはですね、中止をせざるを得なかったという事情でありますが、これまでも丸ごとマラソンをオンラインでやったりですね、今2回をドライブするでしたりというようなことで、なんとかやれる範囲内で開催することでこう次につなげていこうと、そういう思いで取り組んでまいりましたので、この度もですね、そのようなこととして捉えていただきたいと思いますし、それは対策はもちろん最大限しっかり行いながら進めていきたいと思っております。これは市長はかなり強く指示をなさったんでしょうか。はい、これ自体はですね、やはり商工会議所さんとも話し合って決めたことですが、私はこうした形でもやはりやるべきだと思っています。その他ございますでしょうか。NHK さんどうぞ。 NHK です。一連の給付金に関してなんですけども、一応の喜び確認なんですけども、だいたい締め切りが2月26日になっているのがほとんどで、1個だけ、飲食店のやつが出ると入るんですかね。これ、基本的には2月の、末頃までに募集かけて、これ公務時期っていうのは、おそらくできるだけ早い時期っていうことだと思うんですけども、見込みとしては3月考えてもいいんですか。はい、これは、はい、じゃあ商工部長お願いします。はい、申請があってどれくらいというようなご質問かと思うんですが、それでよろしいでしょうか。ものによっては、例えば翌週、あるいは翌々週ぐらいに給付できるような形で対応を組んでいきたいと考えてございます。ただ、どうしても例えば、こちらの方にございます、これか、感染症対策の雇用調整助成金、こういったものは一回、書類を作っていただいて国の方に出していただいてという形になりますので、出していただいたものから順番になるべく早く給付したいと。あと時期につきましては、歳入の方が国の交付金でございますので、その交付金の関係上この時期に設定しているのがほとんどでございます。以上です。その他ございますでしょうか。よろしいでしょうか。はい、それではご質問内容ですので、本日の記者会見を閉じさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。